アメリカスカップあるいはアメリカズカップは1851年より現在まで続く国際ヨットレース。また、その優勝杯の名。その成立は近代オリンピックより45年、サッカーのワールドカップより79年、ゴルフの全英オープンよりも9年早く継続して使用されている世界最古のスポーツトロフィーとして広く一般に認知されている。 名称の由来は最初の優勝艇のアメリカ号の名を冠したアメリカ号のカップであり、決してアメリカが主国のカップという意味ではない。しかし、その後132年にわたってアメリカ合衆国のヨットクラブがカップを防衛してきたため、事実上アメリカが主国のカップと同じ定義で称される。競技の本質はカップの寄贈者が記した贈与証書の規定に基づき、 アメリカズカップをかけてマッチレース形式で争われるヨットクラブ間の国際親善レースである。しかし、使用されるヨットは出場国で建造しなければならないため、参加各国の造船工学、建築工学、材料工学、流体力学、航空力学、気象学などの最先端技術や軍事からの応用技術が投入される等、参加国の威信をかけた。 国別対抗レースとしての一面も持ち合わせている。またこれら最新ヨットには、オリンピックメダリストら多数のトップセーラーが乗り込むこともあり、一般にヨットレース全般、あるいはインショアレースの最高峰として位置づけられており、別名、海の F1 とも称される。1851年、イギリス・ロンドンで開催された第1回万国博覧会の記念行事として、 ロイヤルヨットスコードローンが主催したワイト島一周レースに橋を発する。このレースにアメリカからただ一定参加したアメリカ号が優勝しビクトリア女王から歌詞されたガーラードが制作した銀製の水差し状のカップを自国に持ち帰った。そのためこのカップはアメリカ号のカップ、すなわちアメリカズカップと呼ばれることとなった。その後アメリカ号のオーナーたちは カップの保持者はいかなる国の挑戦も受けねばならないということを記した贈与証書とともにこのカップをニューヨークヨットクラブへ寄贈した。これに基づき1870年代1回アメリカズカップが開催され現在に至っている。その後多くの富豪がヨットを持ち込みアメリカに挑んだがことごとく破れ去った。インドコーチャーのサートーマ・スリプトン等もその一人である。 アメリカは1983年に初めて敗れるまで132年間にわたってカップの防衛に成功し、この連勝はスポーツ史に残る偉業と称賛されてきた。1983年の第25回大会において2区所属のリバティ5がオーストラリアのロイヤルパースヨットクラブから出場したオーストラリア2号に敗れアメリカズカップは初めて。 アメリカ国外へ渡ることとなった。しかし、それまでは予選の組み方や使用艇の要件等、明らかに2区にとって有利なルールが長年にわたるアメリカの独占を支えていたため、この敗戦はアメリカズカップが近代的な国際スポーツイベントへ生まれ変わる契機となった。リバティー号のスキッパーであったデニス・コナーはカップを失った最初のアメリカ人として、 アメリカ中からの避難にさらされたが、1987年、オーストラリアのフリーマントルで開催された第26回大会に、自らのチームを率いて乗り込みカップ奪回に成功した。コナーは一転アメリカンヒーローとして外戦し、ロナルド・レーマン大統領によってホワイトハウスに招待され、ミスター・アメリカズ・カップと称されるようになった。同時に、カップ奪回にかけた。 コナーの苦闘は小説化され、映画、ウィンズの題材にもなった。しかし、1995年の第29回大会に、サンディエゴヨットクラブからチームデニスコナーを率いて、出場したコナーは、ニュージーランドのロイヤルニュージーランドヨットスコードローンから、出場したラッセルクーツ率いるチームニュージーランドに、敗れ、コナーは、カップを二度失った。 最初のアメリカ人という汚名を切ることとなった。カップは再び南半球に渡ることとなり、より公平なルールで争われるようになったカップはもはや、アメリカの独占するアメリカ合衆国のカップではありえなくなった。チームニュージーランドは、オークランドで開催された2000年の第30回大会において、イタリアのヨットクラブイタリアーノから出場した。 プラダチャレンジの挑戦を退ぞけカップ防衛に成功する。アメリカズカップの連覇に成功したスキッパーのラッセル・クーツはニュージーランドの国民的英雄となるが一方でチームは慢性的な資金不足に陥っており、クーツはタクティシャンであるブラッド・バタワースら主要メンバーを引き連れスイスのチームアディンギーに移籍してしまう。チームの核を失ったニュージーランドは カップ奪回を目指すアメリカ系チーム等に、その他の選手も引き抜かれ、崩壊状態となってしまうが、その一方で、各国チームの主要ポジションに、ニュージーランド選手がつくという結果にもなった。チームニュージーランドは、トム・シュナッケンバーグが代表に就任、クーツの控えであった、ディーン・バーカーを新たなスキッパーに据えると、若手を中心としたチーム再建を図った。そして迎えた2003年の、 第31回大会、スイスのソシエテ・ノーティーク・ドジュネーブから出場したチームアリンギは順調に挑戦者決定戦を勝ち上がり、チームニュージーランドと対戦をすることとなった。しかし前日のごとく、アリンギの中心メンバーもニュージーランド勢であり、実質的に新旧ニュージーランド代表の対戦という様相となった。その結果アリンギは圧倒的な強さで、 チームニュージーランドを破り、カップは史上初めてヨーロッパ大陸へ渡ることとなった。またクーツはカップ3連勝となり新たなミスターアメリカズカップと呼ばれるに至った。カップをダッシュしたソシエテ・ノーティーク・ドジュネーブはレマンコを拠点とするヨットクラブであるため、海のないスイスでの開催は困難と判断され、続く第32回大会は、 スペイン・バレンシアで開催されることとなった。その大会に向けた準備期間中、クーツは運営方針をめぐり、チームオーナーであるエルネスト・ベルタレリと対立、アリンギオ脱退する。その結果クーツは選手の遺跡を制限した大会規定により、第32回大会へ出場できなくなった。ベルタレリはタクティシャンであった、ブラッド・バタワースをスキッパーへ昇格、新たに、 エドベアードをヘルムスとして招聘し、第32回大会へ出場した。第32回大会は2007年に開催され、ここでも挑戦者決定戦を勝ち上がってきたのは、ディーン・バーカー率いるエミレーツチームニュージーランドであった。一方的展開となった前回大会とは、異なり今回は接戦となったが、最終的に5勝2敗で、アリンギがカップ初防衛を果たした。 カップの防衛に成功したソシエテノーティク・ドゥ・ジュネーブは第32回大会終了直後スペインのヨットクラブクルブナウティコ・エスパニオール・デ・ベラを挑戦者代表として第33回大会要項を発表した。これに対し第32回大会参加チームの一つである BMW オラクル・レーシングの所属母体ゴールデン・ゲートヨットクラブがクルブナウティコ・エスパニオール・デ・ベラは 贈与証書の要件を満たしておらず、挑戦者代表として、不適格として、自らを挑戦者代表とする挑戦状を阻止えて、ノーティークル・ュジュネーブへ提出。同時にクルブ・ナウティコ・エスパニョールで、ベラの失格を求めて、ニューヨーク州最高裁判所へ提訴した。この裁判は、第三審まで争われ、最終的に、ゴールデン・ゲート・ヨット・クラブが正当な、 挑戦者代表として認定されたが、この間2年8ヶ月にわたり、アメリカズカップの活動は全く停滞する事態となった。第3審判決に基づく、同裁判所の命令により、第33回大会は2010年2月に開催された。また、開催地に関しても、同裁判所の命令により、スペイン・バレンシアとなった。このレースでは、BMW オラクルが勝利した。 レースは基本的にマッチレースと呼ばれる一気だけ式で戦われる。挑戦者及びカップ保持者は、シンジケートと呼ばれる巨大な運営団体を組織し、資金の獲得、停滞の開発からセーリングチームの育成まで、あらゆる業務を一貫して行う。実際には、挑戦を希望するシンジケートが複数現れることが通例のため、その場合は、 本戦の前に挑戦艇決定シリーズが行われ、同シリーズを勝ち抜いた一シンジケートのみが、防衛艇に挑む権利を得る。一方で、防衛艇は、カップ保持者自身、もしくは同じ国のヨットクラブに属するシンジケートで、複数のシンジケートがエントリーした場合は、同様に防衛艇決定シリーズを行い1、一シンジケートを選ぶ。 朝鮮帝決定シリーズには1983年大会より、ルイ・ヴィトンが冠スポンサーについており、ルイ・ヴィトンカップの名称で知られていたが、2021年ではスポンサーがプラダに交代し、プラダカップに名称が変更される。ただし防衛帝決定シリーズは1995年大会を最後に開かれておらず、2017年大会では防衛帝もルイ・ヴィトンカップに出場した。 アメリカズカップの基本ルールを定めた、贈与証書の規定上は、レースで使用されるヨットは、1本マストの場合、推薦長が44フィート以上90フィート以下、マストが2本以上の場合、推薦長が80フィート以上115フィート以下とだけ、定められており、この範囲に収まり防衛艇、挑戦艇の双方の合意があれば、どのような規格のヨットを用いても良いことになっている。 なお合意があれば、防衛艇と朝鮮艇の船型が異なることも認められている。第33回大会では、防衛艇のソシエテ側は、総動船、朝鮮艇の BMW オラクル側は三動船を使用してレースが行われた例がある。しかし実際には開催された時代の数制に合わせ、一定の統一ルールが定められるケースが多い。 第二次世界大戦後初の大会となった1958年大会から1987年大会までは国際ルールで一般的な12メートル級ヨットが使用された。ただ、12メートル級と称するものの実際の大きさはもっと大きく、アメリカズカップで使用されたヨットの場合、推薦長は20から23メートル程度になる。 1992年大会から2007年大会にかけては IACC 規格に準拠したヨットが用いられた。IACC 規格は全長80フィートでヨットに乗り組むクルーの数は一定につき最大17人、クルーの合計体重は1570キログラム以下に制限されていた。またウェイト調整目的で18番目のクルーを乗せることも認められていたが、 このクルーはそれ以外のヨットの操作や指揮に関与してはならないこととなっていた。このため、通常は18番目のクルーとして、スポンサー関係者や有名人などの VIP ゲストを乗せレースを体験してもらい、新規スポンサー獲得やパブリッシュ等に利用することが多かった。第28回大会では各新ケーとは無制限にヨットを建造することができたが、 コストの高騰を防止する目的から1995年大会以降、一シンジケートが新規に建造できるヨットの数は最大2艇に制限されている。また1995年大会において、当時の日本チャレンジが JPN-30 を当初の建造時と大きく異なる形に大改造したことに対し、実質的に 新規建造と同じではないかと他のシンジケートからクレームが出たことがきっかけとなり2000年大会以降浸水後の船体の改造は新造艇については表面積の50%以下球艇については同じく60%以下までに制限するというルールが追加されている2013年大会からは新たに総動船が採用された第34回大会では AC45、AC72 AC という2種類のヨットが、レギュレーションで定められたが、2017年大会では、AC45 回、AC45S、ACC という3種類、2種類が増えた一方で、本戦用のヨットのサイズが縮小された。2021年大会では、全く新しい規格として、AC75 が登場する。戦隊が単動に戻される一方で、 通常は、船体の張る部分が、海面から完全に浮いた状態となっているのが特徴。キールも廃される代わり、船尾と両サイドに付けられた3個の T 字型フォイールで船体を支える。両サイドのフォイールは、可動式で、必要に応じて、フォイールを海面から浮かせることもでき、フォイールを動かすことで、両サイドのバランスを取り転覆を防ぐようになっている。日本からはこれまで、 1992年、1995年、2000年の3回に、渡り、日本チャレンジが、アメリカズカップに挑んだが、いずれも、ルイビトンカップの準決勝にて敗退している。1992年から1995年まで、総田氏を務めた、ロバート・フライは、後に飛行機の操縦免許を取得して、極技飛行の分野へ転身し、レッドブルエアレースワールドシリーズに参戦する。 室谷義秀チームのコーディネーターを務めている。第32回大会は2007年にバレンシアで開催され、スイスのヨットクラブ、ソシエテノーティーク・ドジュネーブから出場したチームアリンギが、ニュージーランドのヨットクラブ、ロイヤル・ニュージーランドヨットスコードローンから出場した、エミレーツチームニュージーランドを故障2敗で破り、初防衛に成功した。その模様は、日本では、 CS チャンネル、ガオラで2007年9月17日、世界最高峰ヨットレース第32回、アメリカズカップハイライトとして放映された。エミレーツチームニュージーランドには、カトリ・マサノブが、性能分析担当として加わり、日本人初のアメリカズカップ出場を果たした。CO 艇、スイマイナス100。スキッパー、ブラッド・バタワース。ヘルムス、エドベアード。 使用艇 NZL-92 スキッパーケンヘルムスディーンバーガーこれまでアメリカズカップの大会間隔は通常3から5年おきとなっていたのに対し参加者から大会の間隔が空きすぎて一般からの関心が薄れるチンジケートのモチベーションを保つのが難しいなどといった意見が多く上がったことから第32回アメリカズカップでは 前哨戦として1983年からスポンサーを続けているルイビトンの社名を冠したを、ルイビトンアクトと呼ばれるシリーズ戦を2007年まで定期的に開催し、各年度ごとにシリーズチャンピオンを決定することとなった。その結果、以下のチームがそれぞれシリーズチャンピオンに輝いている。なお、各年度のシリーズランキングとは別に、防衛帝のチームアリンギを除く十一チームによって、 争われるルイビトンランキングポイントと呼ばれるポイントランキングが用意され2007年の第13戦終了時点のランキングに基づきがボーナスポイントとしてルイビトンカップの予選に持ち越された2009年からはルイビトンパシフィックシリーズとして開催されているソフトバンクが関西ヨットクラブと連携しソフトバンクチームジャパンとして挑戦したゼネラルマネージャーは 早福和彦が務める。スキッパーにはディーンバーカー。セーリングディレクターにはアテネゴリーン 49ER 級同メダリストのクリス・ドレーパーが就任。ありがとうございます。